これは私がいつも使っている道具です。このケースには、ピンセット、ブルータック、アルミケース、プラスチックケース、そしてアロマオイルを染み込ませた綿棒を入れた瓶が入っています。私は両手に香りなどが一切使われていない手袋を手にはめています。これはアロマオイルを染み込ませた綿棒などが直接手などにつかないようにするためです。では実際にクローブを染み込ませた綿棒をケースに入れるまでをやってみようと思います。最初に綿棒を入れるケースの蓋を開けておきます。次にアロマオイルを染み込ませた綿棒の小瓶を開け、ピンセットを使って、容器に、移し替えます。今度はアニスを使って同じようにやってみます。ケースの蓋を開けておきます。アロマオイルを染み込ませた綿棒の蓋を開け、ピンセットをつまみ、この中に このようにして完成です。このように2つケースに入れました。2つ隠しております。1つはここ、もう1つはここにクローブがペアリング。